日本中部地方石川県金沢市森の里森の里を通る山川環状森の里は石川県金沢市の地域名、金沢大学の大学門前町として知られる。1985年に金沢大学の宝町鶴間キャンパスを除く全キャンパスが森の里地区に隣接する角間地区に総合移転することをきっかけに開発が進められた。当時は 旧浅川村地区の里山の中の古い集落であり、現在のように山川環状も開通していなかった。2004年に土地区画整理事業の完了に伴う新住所が制定され、新たに森の里という住所名が誕生した。森の里地区は1990年代から新しいアパートやマンションが立ち並んでおり、もともと集落として発展してきた若松、 鈴見地区は古い一戸建てと新しいアパートが混在している。また、隣接する田上地区は2005年に山川環状が延伸されると同時に開発され、2015年に新たに田上の里、田上桜という住所が制定された。学園都市という性格上、交互カレーやカレーのチャンピオンといった金沢カレーショップ、八番ラーメンなどのラーメン店、レストランや 大手ファストフード店といった飲食店が多数進出している。森の里という名前の通り、地区内には多くの街路樹が植えられており、主な道路の電線はすべて地中化され、建築物も景観に配慮したものが多い。また、森の里独自の建築物への制約が設けられている。その一例として、イオン森の里ショッピングセンターには、 他の4店舗のような屋上看板が設置されていないことが挙げられる。春には、浅野川の河川敷には、桜が咲き、初夏には、角間川にホタルが飛び交う姿が見られ、自然と調和を図った街づくりがなされている。イオン森の里店。ありがとうございます。